東京文教学習センターの日本と中東国際関係史を担当します。敬愛大学名誉教授の水口です。どうぞよろしくお願いいたします。この科目の特徴はですね、日本と中東という、国際的な関係史なんですけれども、日本はやはり中東にエネルギーというものを依存してますので、この問題について、どういう歴史的背景の中で、考えていけばいいのか。時代的には、奈良時代、それから江戸時代、明治時代というような時代の変遷の中で、外交史的な、ものの確認をしていきたいと思います。で、後半の授業において、日本が中東と関わる中で大きなポジションになります。石油問題、それから国際貢献、イラク戦争、湾岸戦争、そしてテロとの戦い、こういう問題について、どういう政策プロセスの中で意思決定されてきたのか、こんなことについてお話ができればと思っています。どうぞ皆様の受講を楽しみにしております。ありがとうございました。